本日もご視聴いただきありがとうございます。しばです。だいたい1週間ぶりぐらいになりますが、こんなに早く来るとは思いませんでした。何があっても大丈夫ということで、実際には何があっても大丈夫ではない感じの私がここを通ります。まさかこんなに早く来るとは、なんていう感じで、ちょっと仕事がっつり入れていたので結構困ってます。はい、ということで今回はノセロス、そして、魔法と、物理攻撃、結構痛いのがガツガツと来る感じですね。そしてこちらの陣営はアストレート、スパーキー、その他ということになりますね。さてと、これ実はですね、結構ハマるまで時間かかってます。とはいえ、まあこの編成にしてからは一発でいけたのでいいんじゃないかなと、普通に考えてこれだったろうと思うんですが、ジョアン、そしてフェリシア、さらにアリスという形になります。今回のチャレンジ、これもウェーブ1,2,3 全てフルオートとなっております。前回エロイーズで結構ヒーローを入れ替えて、あっちがいいかこっちがいいかとか、フェリシアを抜いたらどうかとか、いろいろとやっていたことがですね、ちょっと抜けなくて、最初からフェリシアを入れないとか、いろいろ頑張ってみてて、それがなんだかんだで1時間ぐらい、あっちを入れこっちを入れと試行錯誤してみたんですが、まあそうですね、ヒットポイントの回復というのが今回結構重要だったので、このフェリシアが入るパーティーになりました。全体的な流れは全てのウェーブ同じで、近接がやってきて、足止めをする、そして後ろから魔法が飛んでくる、そんな感じです。結構近接の暗黒剣士がなかなかのスピードで手前にやってくるので、この前衛と後衛がですね、一緒くたに叩かれてしまうとか、あと、まあ、相手の前衛を全部自分の自陣に結構入れ込んでしまうことになるので、結構な火だめが、ずっと続いて全然回復が間に合わないなんてことがちょこちょこありました。まあそれで、フェリシアの良さを再確認するという形になりました。これさっきのネジがチラチラとこう出たと思うんですけど、ヒーローのレベルが制限されてるとか、まあ、強さが制限されてるというふうな形にはなっているみたいなんですけれども、レベルは高いのかな、まあ、実際にこのレベルの中で、使えるスキルはいくつも、使っているようですよね。アストレのネジのスキルはランダムに選んだヒーローを回復してくれるというものだったと思います。確か、はい。いやー、このウェブ3の話になるんですけれども、やっぱりですね、ここちゃんと前衛が仕事をしてくれているおかげでしっかりと勝ててる、そんな感じがしますね。これ前衛がですね、さっきのように暗黒剣士を呼び込んでしまってると結構わちゃわちゃになってですね、ターゲットが手前の方にずれてきたりとかするので非常に戦いづらくなります。今回みたいに前衛が間に合って、前へとこう進んでいってると、まあそうですね、ノセロスの攻撃が基本的に前衛に対してしか向かないので、結果後ろのそのキャスターたちが結構楽になるっていうのがありますよね。まあ敵の戦術を自分たちが実践して相手に対して与えてるみたいなところでしょうか。はい、フルオートで勝たせていただきました。ありがとうございます。一応ですね、このあと自分が一番最初にちゃんと勝てた、構成の、これは課金構成なんですけれども、そのパーティーで、突っ込んだ動画を入れておきたいと思ってます。なんだ言葉が出てこない。まあ実際今回のこのパーティー編成でも、ちょこちょこと相手の動きをどこの部分で止めたいなとかっていうところ、若干そのオートでやるのとは違う自分のその考え方があったりとかするので、まあこれでですね、フルオートではなくマニュアルで戦った方がもうちょっと早く勝てるとか、もうちょっとピンチがないのかもしれません。ただピンチの状態になるとき、ウェブ3でいきなりガツッとこうやられたときみたいに、相手のスキルとか相手の攻撃を一気に全体で食らって
ドスッとこうダメージが、いきなりバババババと点灯してピンチになるようなあんな感じだと、そうですね、やっぱり、全体的にはちゃんとヒットポイント管理をしておいた方がいいのかなと思うので、まあ今回の、このステージはフェリシアがいた方が絶対いいとは思います。これタリアとかだとどうなのかな、持ってないから分かんないんですけどね。ということで、先ほどもお話しいたしましたように、自分が一番最初に攻略した時のパーティーで行きたいと思います。これですね、初期の一番何もヒーローが置いてないところからスタートした感じになりますが、まあこの編成で行けてしまったということが、次のその無課金編成でどうしようというところに対して非常にこのいらない、考えをこうガスガスをさしていった、こんな感じになります。まあエロイーズが回復役であればいいだろうみたいなところと、相手を止めちゃえっていうのと、アストレも一応回復持ってるぞみたいなぐらいの気持ちでやったっていうのが、まあ最初の間違いでしたね。でヨーナスの、まあスキルの力と、そしてエロイーズのスキルの力がこれだけ強いっていうこと、それにやっぱりそうですね、アストレのちゃんとこの相手の行動を止めるというのはやっぱり、強いですよね。ベアトリックスのものみたいに全体範囲でというわけではないんですけれども、これもやっぱり強いので、これがまあ自分が道をもう分からなくしなってしまった一番の原因かなと。そしてあとはサラムのこのスキルで相手をまあ凍らせて、でまあ遠ざけてしまうんで、ちょっとあのすぐにダメージを与えるみたいなところにはいかないんですけれども、これもなかなか強い。まあ一番の強い理由は相手をこう止めてしまうっていうのがやっぱりありますよね。このアストレとサラムが相手を止めるっていう技を持っていることで、相手の行動がすぐにこっちに刺さってこない。まあ、ここで言えることは、暗黒戦士がここへやってこないというか、まあ、懐へ入ってくるのが遅くなるっていうの で、その分前進する前衛がいるおかげで、あんまり奥まで相手が入ってこれないっていうところがありましたね。なんか私今すげえ噛んでましたね。滑舌悪いって感じですね。すいません。そしてこの後衛が固まっているところをずっとこう維持できたっていうのもやっぱり良かったんだと思います。無課金の方の戦いでもそうなんですけれども、やっぱり前衛があんまり、自分たちのもう中に入ってこないっていう、まあ、奥まで来ないっていうことですよね。あ、言葉が出てこない。そして後衛がちゃんと固まった状態で奥にいてくれる。でそうすると、こちらの前衛が思いっきり前に進んでいくことがしやすくなるということですよね。はい、ノセロスのスキルでちょっとピンチになりましたが、これが一番最初に勝った編成でございます。ありがとうございます。まあエロイーズとヨーナスがいてくれたから勝ててるなというところもあるのかなみたいなところはあります。この、エロイーズとヨーナスは好きなんでよく使うっていうことにはなるんですけれども、まあ本当のところを言うとですね、こんなに強い理由はどこにあるんだよっていうのはちょっとあるんですよ。まあ攻撃力とかが高いのかもしれませんが、そんなになんか、すごく相手を止めたりとかなんとかするっていう感じではなく、なんかこう刺さっていく具合がちょっと他のヒーローのスキルよりも深いのかな、グサグサっとこう、そんな感じなので、終わってみたらあら強かったっていう、そういう印象ですね。いやー、まあでもそれにしても今回間1週間でやってくるとは思いませんでした。同じ月に2回限定チャレンジが来る。なかなか自分ではですね、まあ公開したことがなかったアストレの、この限定チャレンジなんですが、多分アカウント作ってからすぐの時で取れてない方もいるとは思うので、これでアストレをしっかりと、クリアしていただければと思います。はい、では本日もありがとうございました。明日以降もよろしくお願いいたします。失礼いたします。柴でした。